さてと、どこから探そうかな。八木さんの家は井上さんが探してくれてると思うし、庭の方を探してこようかな。原田組長、こちらにいらっしゃいますか？おう、どうした？昼間はありがとうございました。おかげで助かりました。いや、気にすんなよ。で、どうだったんだ？無事用事は済んだのか？はい、料金の方は後ほど豚書の方に取りに来るとのことです。本当にありがとうございました。それでは。佐野さんがお礼言われるようなことするなんて珍しいな。あのな、掃除、お前は俺をどういう目で見てるんだ？俺だってたまには感謝されることくらいあるぞ。で、具体的に何をしたの？着物を洗濯してって言うから馴染みの洗濯屋を教えたんだよ。八木さんや前川さん家に迷惑かけるよりはそっちのが手っ取り早いだろ。なあ、掃除も佐野さんも喋ってないでちゃんと探してくれよな。見つからなかったらまた土方さんの雷が落ちるぜ。なあ、分かってるって。はぁ、見つからねえな。エスケ、そっちはどうだ？タンスの中とか押し入れとか思いつく場所を片っ端から探してみたんだけど全然ダメ。影も形もなかったよ。佐野さんは？こっちもダメだ。じゃなくて斉藤、お前の方はどうだった？残念ながら。そろそろ巡察の時間か。しょうがない、土方さんに報告してくるしかないかな。大丈夫かな。大福なくしたなんて言ったらすっげー怒り狂いそうだけど。だろうな。きっと目つり上げて怖い顔して。新選組たちにとって命より大事な大福をなくしただと？何しやがんだよてめえ。それでも新選組幹部かとか言うんだぜ。まあ、それはある意味いつものことだし、なんとかなるよ多分。一緒についてってやりてえとこだが、俺らこの後出かける予定があるからよ。悪いな。二人で出かけるってことはまた島原？いやまあこれも一応タイムの一環なんだよ。土方さんが前に言ってたんだ。長州の浪士どもが今日で長州様なんて呼ばれてもてはやされてんのはあちこちの店で気前よく金使ってるからだって。それに花街ってのは都中の情報が集まってくる場所でもあるしな。つまり俺が島原に通い詰めてるのは新選組のため、ひいては今日の人を守るためなわけで。そうなんだ。じゃあ土方さんにそのまま伝えても構わないよね？勘弁してくれ掃除。あの石頭の土方さんがそれ聞いたらどんな反応するかぐらい想像つくだろう。ただの冗談だって。それじゃちょっと行ってくるから。新選組大使にとって命より大事な大福をなくしただと？何してやんだてめえ。それでも新選組幹部か？すごいな、初めから終わりまで全部新八さんの予想通りのセリフだ。おい掃除、何をブツブツ言ってはる？てめえ、俺の話聞いてねえだろ。あ、そんなことありませんよ、ちゃんと聞いてますって。たく、ガキと鬼ごっこして遊んでる最中に大福をなくすなんざ、幹部としての自覚がねえにも程があるぜ。鬼ごっこじゃありませんよ、かくれんぼです。大して変わらねえだろうが。全然違うじゃないですか。音曲総称ともあろう人が言葉に対してそんないい加減でいいんですか？うるせえ。今はそんなの関係ねえだろ。てめえのせいで亡くなった羽織の話をだな。土方さんの話が退屈すぎて眠くなってきちゃいましたよ。こういう気分の時にぴったりくる句っていうとあれですよね。来た人にもらいあくびや春の雨。だから関係ねえ話を振るなって言ってるじゃねえか。人がこんだけ真面目に話してるってのにてめえ。僕だって真面目に話してますよ。差し向かう心は清き水鏡って感じです。いちいち人の俳句を読み上げんなっつってんだろうが。下手くそだってことは自分でもよく分かってんだよ。好きなだけバカにして腹抱えて笑えばいいじゃねえか。嫌だな、誰もバカになんてしてないじゃないですか。素晴らしく出来がいいって思ってるからこそつい口をついて出ちゃうんですよ。
女の人みたいな可愛い字で書いてあるところが特にいいですよね。今日という今日は我慢ならねえ。ついてこい、掃除。道場でボッコボコに芝いてやるからな。嫌です。だとてめえ。まあ、トシ。そんな目くじら立てて怒るほどのことでもないだろう。俳句をちょっとけなされたくらいで。ほら、俳句をバカにされたから腹を立ててるわけじゃねえよ。こいつが不注意で体服をなくしちまったなんて言い上がるからだ。あ、そういえばそうだったな。でもまさか干してある洗濯物を四六時中見張ってるわけにもいかんだろうし。掃除も反省してるよな。こいつの態度のどこに反省の色が見えるってんだ。あんたがそうやって甘やかすから。まあ、なくなっちゃったものはしょうがないし、新しいのをあつらえるっていうのはどうです？せっかくだから今度の大福には近藤さんの大好きなドクロの刺繍を入れるとか。そうか、確かにそれも良さそうだな。近藤さん以外の誰が喜ぶってんだよ。そんなの却下だ。却下。そうか、やっぱりドクロはダメ。あんたの趣味にケチつけてるわけじゃなくてな、大福としてはどうかって話で。ああ、かわいそうに。土方さん、どうして近藤さんをいじめるんです？人望がなくて大使のみんなに嫌われてるからって八つ当たりしないでくださいよ。八つ当たりなんかしてねえ。そもそも今回の件は一から十までてめえの不注意が原因じゃねえか。そんなことをぐちぐち言ってても、亡くなった大福が戻ってくるわけじゃないでしょ。それに土方さんだって最初はあのダンダラ羽織ダサいから嫌だって言ってたんだし、変更するいい機会なんじゃないですか。それとこれとは別問題だ。一旦大福として決めたもんをなくしまって、はいそうですかで済ませるわけにはいかねえだろうが。切腹もんだぞ。まあ、ここで言い争ってても仕方ないだろう。風に飛ばされたのかもしれんから、俺が外に探しに行って。あんたが行く必要はねえよ。今回の件は掃除が原因なんだからな。新選組幹部ならてめえの不始末ぐらいはてめえで解決させなきゃいけない。だが、トシ。土方さんの言うことなんて気にしなくていいですよ。僕と一緒に行きましょう。近藤さんがついてきてくれたら僕すごく嬉しいな。ここで甘やかしちまったら下っ端大使に示しがつかねえし、掃除のためにもならねえ。絶対についていくんじゃねえぞ近藤さん。さあ行きましょう。あ、行くんじゃねって言ってんだろ近藤さん。おい、トシ、ほっといていいから。行きましょう。俺の言うこともちょっと聞けよ。ほら、なんかうるさいですね。え、行きましょう。うるせえだと。おい、ちょっと近藤さん離れろ。行くんじゃねって言ってんだろ。行かないよ。さあこっちに。もしお話し中のところ申し訳ありません。お、三男さん、どうしたんだ。大使たちが妙なことを噂しているのを耳にしまして、これは局長の耳に入れておかねばと。妙なこと？君、話してくれますね。はい。実は今日の夕方、見慣れない男が豚書に入っていくのを目にしまして。見慣れねえ男だと？商人みたいな格好をしてたんで、八木さんのところでひいきにしてる店の人間か幹部のどなたかの知り合いだと思って。その時は気にしなかったんですが、その男がすれ違いざま新選組についてあれこれ話していたのを聞いて。なんで言ってやがったんだ。なんでも新選組なんて恐れるほどの相手じゃない、豚書もがら空きで誰でも入れる場所だとかどうとか。なんだと。てめえ、それを黙って聞いてやがったのか。いえ、俺もそれを聞いて慌てて追いかけようとしたんですが間に合いませんね。土方君、今は彼を責めても仕方ありません。それよりも豚書に侵入したのが何者なのかを突き止める方が先でしょう。まあいい、命拾いしたな。下がれ。はい、失礼します。しかしこれはどういうことなんだ。夕方ここに侵入した男というのは一体何者だ。さっきの話だけじゃ何とも言えねえが、もしかしたら大福がなくなっちまったのはそいつの仕業かもしれねえな。物取りってことか。しかしあの羽織を盗んでどうしようってな。
あれを着て外を歩いたりしたら目立ってしょうがないだろ。目立つからこそ盗んだとも考えられますよ。どういう意味だ、三男君。我々新選組の名を語って乱暴狼藉を働くつもりなのかもしれません。悪評が立って今日の人間に嫌われてしまえば、市中見回りの仕事もしにくくなる。不定浪士にとっては願ってもない事態でしょう。ただでさえ今日の人間は長州びいきだからな。芹沢さんたちが亡くなってようやくマシな応対をしてもらえるようになってきたってのに、また昔に逆戻りじゃいいんだね。難しい話になってきたみたいだから、僕そろそろ自分の部屋に戻りますね。ちょっと待て、掃除。お前はこれから盗まれた羽織を探しに行け。僕が？どうしてですか？どうしてもクソも、全部てめえが原因だろうが。沖田君、井上さんは羽織がなくなってしまったことに責任を感じ、一足先に外へ探しに行っています。この話を聞いて何か思うところはありませんか？わかりました。三男さんにそこまで言われちゃ嫌だなんて言えませんよね。てめえ、俺の時と全然反応が違うじゃねえか。気のせいですよ。それじゃ僕出かけてきます。なあ、トシ、三男君、掃除だけに任せておいて大丈夫なのか？さっきの話が本当なら、我々も手分けして探した方がいいのでは？だな。犯人がもし尊上派の老士どもだとしたら、あいつ一人で見つけ出せるとは思えない。この京には喜んで奴らをかくまう連中が山ほどいるからな。切り合いすんのと落中を探し回るのじゃ勝手も違うだろうし。その必要はありませんよ。むしろあまりことを大げさにしない方が。それは一体どういう意味だね？すぐにわかりますよ。